to know, Daddy Kenny, oh. もう最近すごく嫌なの。もうカリンちゃん聞いて。なにちゃちゃ。カリンちゃんたら聞く気おまんまん。はい、そうでしょ。内容は？内容は、内容。カリン落ち着け。このクソ豚猫やろうって言いたい気持ちはよくわかる。でもそんなこと言っちゃダメだ。相手の術中にはまってしまう。もし言ってしまった時は、また大変なことになっちゃう。内容がないなら、ある時に聞くよ。内容は、あるよ。やばいやばい、やっぱりないかもしれないよ。話がないなら、声をかけないでおくれよ、この豚猫。豚猫。豚猫。かりんちゃん、どうぞこちらのお部屋にお入りください。はい、今行きます。すいません。失礼いたします。うわやめてくれよ。やめてくれ。ごめんだよ、ごめんだよ。お許しくださいよ。お茶がたくさんミラーの中に閉じ込めるの術。どうカリンちゃん、少しは懲りたかな。そりゃもう軟骨ぐらいコリコリになりました。チャイが焼き鳥屋さんで最後に注文する軟骨。カニちゃん、なんでチャイが軟骨を最後に注文するかわかる？それを歌うように言ってもらえる？はい、わかりました。最後に食べる軟骨は、よいしょ、噛んで歯の汚れを落とすエチケット。かしこみかしこみ、おーし、最後かしこみかしこみではなく、かみこみかみこみごっくんでお願いします。その他は満点レストラン。ありがとうございます。それじゃあ仕方ない、反省もしてるようだから出してあげましょう。 ありがとうございます。二度とそのようなことは言いません。ではカニちゃん、ちょっと手荒な出し方だけど頑張ってね。まずはシェイク。それで最後は力み。生まれる。それでね、カリンちゃん聞いて。最近すごく嫌なの。そうだった。どうしたの？よくチャイお家ではこうやって寝てるでしょ。すごく視線を感じるの。気のせいじゃない？このお家にはスタッフさんと彼しかいないんですさ。そう、チャイも勘違いなんじゃないかなと思ってね。でもね、念のため外部の覗き見があったら尻尾がグイーン探知機のスイッチを入れてみたの。そこまでする必要はある？そしたらね。おい、嘘だろ、反応してるよ。そうならもうすごく怖くなっちゃって。そりゃ怖いよね、狩りだって怖いよ。だけど怖いけどね、チャイ変装して誰が犯人なのかずっと監視してたの。うわ、すごい変装技術だ。これは本当にチャイちゃんなの？これってどれのこと？いや、今映ってるやつだよ。何言ってんの、これただのアメちゃんでしょ。あっちゃだ、これチャイだった。本人までも気づかないという変装技術、なんてチャイちゃんはすごいやつなんだ。それでね、そのままね、監視をしてたの。そしたら？そしたらね、すぐに覗きをした犯人が現れたの。嘘でしょ？いつ？彼全然気づかなかったよ。カリンちゃんはそう、寝てたのよ。なんてことだ。彼は番犬代わりに飼われてるのに。まあ仕方ないわ。チャイが見たところ、あの犯人はプロ中のプロ。チャイが気づいた時には、いつものチャイのソファーの定位置に犯人が座っていたんだから。おい、嘘だろ？うわ、本当だ、カリ寝てる。この時にチャイもソファーの上でくつろごうと思ったら犯人がいたの。おい、嘘だろ。うわ、
今見ても怖いよね。この後チャイちゃんどうしたの？この時は全然気づかなくてね、ちょっと大きめのゴマのおはぎがあるなと思って、ちょっと試食しようと思ってパクってやったらね、そこから意識がなくなってるの。なるほど、犯人はあらかじめチャイちゃんが怪しいことは分かってたから、ゴマのおはぎに紛争して体中に睡眠薬を塗りつけてたんだよ。そしてチャイちゃんが眠ったところをさらおうと思ったら、あまりの重さで腰がやられてしまって慌てて逃げたんだと思う。あー、やべ、お口が滑った。はい、カリンちゃんどうぞ。すいません、失礼いたします。トレンドのクロリンうわー、もう懲りたよね。はい、ごめんなさい。あ、シェイクシェイク、おりきねー。だからね、カリンちゃん、こうやって寝るときはね、術を使ってみんな見えないようにしようと思ってるの。そんなことできるんだ。チャイちゃんやっぱすごいな。ちなみにどんな術？オッケーオッケー、やるから見てて。あー、隠れ身の術。おー、これは？これはね、チャイがいる場所と同じ柄に変身して同化し、その場所にはいないという雰囲気にする術なの。よし、カリン、考えろ。なんて声かけるかが重要だ。一回メロンメロンで落ち着こう。にゃん、にゃん、にゃん、にゃん。早速手応えあり。あれ、チャイちゃんどこに行ったんだ？フローリングと同化して、すごい隠れ身だよ。うん？大成功。あ、スタッフさん来た。隠れ身の。おい、あああさらわれてった。